はい、どうもポルックでございます。今回もキャンドルちゃんやっていきましょう。第8章、影と共に進む。前回のね、最後のムービーでなんか鏡みたいなのに映ったキャンドルちゃんが灯台になるというなんとも不思議な現象が起こっておりましたが、まあ影と共に進むというなんかそれをね利用したギミックが待ってそうですね。はい、ではまず一つ目、まるで灯台になった気がするキャンドルちゃん、行きましょう。さあ灯台、おー、向こう側のキャンドルちゃんが灯台ですよ。はい、何ですか。しかもなんか影もね映っててね、自分自身の。はい、向こうの世界では足場がありますけど、こっちはないね。でも下にろうそくありますから、ろうそくは取りたいんですけど、あー足場あるんや。あ、何この仕掛け。キャンドルちゃんが光ると足場が消える。さあでも影がここにありますので足場があるんでしょう、きっと。ここで光るとキャンドルちゃん落ちてしまいますから、影を見てやった方がいいですね。これ影を見てジャンプのタイミングとか測っていった方が良さそう。いや、なんか気持ち悪い、誰かのしゃべり声みたいなのが聞こえる。何ですかこれ。てか普通に上のルートで進んでいったらどうなってたんやろ。さあこれ下の左側にろうそくがありますから、よいしょ、これもちゃんと取っていこうね。大丈夫これ、上に戻れる。ジャンプボタンと燃やすボタン間違えたら即死なので気をつけていかないと。はい、上、あれ上戻れないんじゃないですかこれ。なんか、え、なんだお前、え、なに、なになになに、え、なにこいつ。お、燃やすと遠ざかる。こいつに当たったらダメなんでしょう、きっと。この感じは。ちょっとろうそく集めが全然うまくいかない。このままだと。さて、向こう側に移った足場を頼りに進んでいかないといけないんですけど、燃やさないといけないけど、いや、大丈夫やね。敵のスピードそんなに速くないから。燃やさなくても逃げ切ることはできる。さあ今度は影をね見ていきましょう。いやーちょっと待って、やめて、来ないで、来ないで。あ、登って登って、影を見てやりましょうね。影を見ていきましょう。上気になるね。さああそこにゴールが見えるので、ゴールをとりあえず通り過ぎながら、ここのろうそくを取る。そして下に降りる。OKOK。ろうそくが2本取れてませんが、ちょっと戻るの無理なのでもう一回始めからいきましょうか。はい、ここで燃やさずにこっちに渡っていくといいんじゃないでしょうか。ほら、まず1本ろうそく。はい、でも燃やした瞬間に落ちますからねこれ。あともう1本、もう1本はさっき見ましたよね。見えてるけど取らずに行ってしまったやつですよね、多分これですね。 OK、 よし、はい、 OK でございます。影を映すことによって 2D 横スクロールのようなね雰囲気にもなるという、暗闇の中で青い光を出す。これはあれですね、向こうに映っているキャンドルちゃん灯台バージョンの方のことですかね。しかし光あるところには影もある。さあやってみましょう。まあ影はさっきのステージでもね 2D 横スクロールで出てきましたけども、さあこの影ね、さあなんだ、穴が開いてますね。これは明らかに、これ下にろうそくがあったりするとあえて落ちた方が良かったりするんでしょうけど、これはあの下に自分の位置の影が出てきますから、別に向こう側の灯台バージョンキャンドルちゃんを見なくてもいけますね、自分側を見ておけば。
大丈夫そうです。さてさて、ろうそくが2本見えてますので、これと、これも取りたい。 OK。 で、今度は向こう側の自分は見えない。さあ、とりあえずここのろうそくを取りたい。取った瞬間に落ちます。落ちてよかったんかな、これ。先に奥のろうそくを取ってから戻らないといけないパターンじゃない、多分。これ多分1本取り逃してる気がしますね。さあ、このトゲトゲは多分当たったらダメなんでしょう。は、ということはこれ燃やすでいかないとダメということですね。寿命が一気になくなる。マジか。いや、寿命が少ないよ、これ。使いすぎてるわ。わ、しかもお化けも来てるし。あ、やっちまった、バカ。頭では分かってるのに、つい押してしまうな。さあ、一度、灯した火がね、消えないのがありがたい。寿命の節約になりますね。寿命の節約ってなんか、嫌な言葉ですね。さあ、お化けが来ますが、気にせず、自分の明かりで遠ざけようとせずに、ね、ただただ、普通にかわしていきましょう。さあ、まあ、この炎はジャンプで、炎じゃない、このトゲはジャンプでかわすこともできそうなんですけど、あと中間ポイントの明かりでお化けがバウンドしてますね。ジャンプで越えれるんじゃない？あ、いけるな。これもありですね。こういける？あ、一マス分ぐらいならジャンプで全部越えれるんや。じゃあ、あんなに寿命使わなくてよかったですね。さあ、バウンドしてたお化けが近づいてきています。怖い怖い怖い。このね、ろうそくお化け結構顔が怖いんですよ。これろうそくお化けの声なんかな、このなんかひそひそ話みたいな声は。さあ、みんな中間地点の炎でやられろ。いいですね、やられてますね。さあ、ここは燃やし続けて、はい、戻る。こういうところにろうそく仕掛けられるとね、大変ですね。ここ落ちて良さそうなので、多分ここにろうそくがあると思われる。この下に、ほら、うわ、3本も取り逃してるやん。いや、ちょっと待って。ジャンプし、ジャンプし、向こう側にありそう。向こう側にろうそくありそう。あるね。ジャンプで、うわ、これはさすがに燃やさないといけないんじゃない。ジャンプのお化けが怖くて、あー、とりあえずゴール。お化けが怖いってなんか子供ですかというようなコメントをしてしまいましたが、とりあえずまたろうそくをね、集め直しましょうか。一本は心当たりがあります。多分この先でしょう。先にこのろうそくを取ってしまったばかりに、取れていないろうそくがあるんでしょう。ほら、そういうことです。ここね、あともう一本あるみたいなんですけど、もう一本はちょっと今のところ気づけてないですね。この下とか、この下とかあるかな。でも降りれる場所がないけどな。あ、中間取ろう。中間取ろう、さすがに。でも無理よな、これ降りる場所ない。間違えた。あー、床に挟まっちゃった。怖い。床に挟まる死に方めっちゃ怖い。ビクってなる。探す当てもないんやけど。怖いよ、バカ。うわー、お化け怖い。あ、バカバカバ。ここにあったりしません？いや、ちゃうわ。ここはさっき通った場所。この左側の、いや、さすがに寿命が足りないね、これは。うん。初めてろうそくがなくなるパターンの死に方をしました。あんな風になるんや、パチンって。マジでわからんないけど、壁、いや、もうだから。
ったわ。向こう側に映って、あ、向こう側見てたら針に普通に当たっちゃった。ここね、このこっち側にあるのね。いや、なんで気づかんかったやろ、これ。割と分かりやすくしてくれてんのにな、この影の感じとかね、足場ありますよっていう感じで暗くしてくれたり、向こう側にもバッチリ映ってるんですけど、向こうを見ない癖がついちゃったね。わざとかな、わざと向こうを見んでもいいように作って向こう側の世界を見ないとわからないろうそくを、わざとなんかな。はい、はあ、ちょっと怖さが増してきたわ。はい、キャンドルちゃんにまとわりつく黒い影。はい、ということで今回はここまでにしようと思います。ご視聴ありがとうございました。